チャオテテコメスタティ、こんにちは。ラクチのサティ料理教室をしております藤野幸子です。こちらではですね、とっても簡単にできる、そしてシンプルで美味しいお料理、お菓子、パンをご紹介しております。今日はじゃーん、はい、リンゴを使って皆さん大好きだと思うんですけど、焼きリンゴを作っていこうと思ってます。まあ本当にね、ただね焼けばね美味しい焼きリンゴができるんですけど、今日はちょっとだけですね凝ってみたいと思います。この中にですね、私の好きなものをちょっと詰めながら作っていきたいと思います。ちなみにですね、リンゴのレシピといえばですね、アップルパイ、すっごくこれもね簡単で美味しいんですよ。ちょっと生地は踊りながらね作れるんですよ。そちらもね下の方に動画貼っておきますので、よかったらご覧ください。ちなみに私はですね、ラクチナサチというイタリア料理教室をですね実はやっております。こんな風にね動画を上げておりますけども、はい、でそちらではですね、もっとこうなんでしょうね、スペチャーレなレシピもねご紹介しております。オンラインレッスンもねやっておりますので、楽しくやっておりますので、ご興味ある方はぜひそちらの方もご覧ください。それでは始めていきます。チャオトゥッティアドッポ、またね。はい、はーい。それではまずはリンゴからカットしていきたいと思います。でまず用意していただきたいのがですね、はい、スプーンで、私実はこういうものがあるんでね、まあ、これがなかったらスプーンご用意くださいね。それではいきたいと思います。はい、まずはですね、このこれありますんでね、ここの頭のとこからね切り抜いていきたいと思います。はい、こんな感じですね。で、あとなかったらこれで全然大丈夫ですよ。これあと中のところもねこうくり抜いていきます。これがね結構楽しいんですよ、これね、結構楽しいです。よいしょ、こんな風にね、どんどんね芯もねくり抜いていってください。私こちらを使わせていただきますね。はい、これがねもうくる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 楽しいんですよ。ただですね、注意点があります。下まで抜かないようにしてくださいね。器にしていきたいと思います。おお、美味しそう。ちょっと食べちゃおうかな。うん、美味しい、美味しい。うん、うん、このぐらいでいいかな。半分ぐらい、ちょっと周りね芯だけ抜いたって感じですね。注意点があります。下まで抜かないようにしてくださいね。器にしていきたいと思います。はい、このぐらいでいいかな。半分ぐらい、ちょっと周りね芯だけ抜いたって感じですね。半分ぐらい剥いてくださいね。あんまり全部ね皮までギリギリにやらないようにね。でこちらの方はね、芯のところはねもうね硬いところはもうね使いません。今日は2つ作りました。今日はこれはねきび砂糖です。はい、こんな感じで準備ができました。そしたら1つのリンゴに対して大さじ1ぐらいかな、お砂糖ね使おうと思ってます。だから今日2つだから2個。はい、シナモン、はい、シナモンです。シナモンもちょっと入れていきますね。これシナモン嫌いな人は、ね、省いていただいてもいいんですけど、シナモン好きだからちょっとこのぐらい、よし、それからもう少し入れようかな。いや、このぐらいにしとこう。干しぶどうもちょっと、ね、入れようかなと思う。もうこの辺はねお好みなんですよ。お好み大さじ1ぐらい入れようかな。1、2、大さじ1ぐらい入れます。これまで入れなくても本当は大丈夫ですよ。はい、さっきのリンゴ、これも入れちゃいます。ちょっとリンゴ切った方がいいね。リンゴ切ろう、切ろう、小さく切って、少しね、砕きながら少し、
くるみも少し入れときます。混ぜます。こんな感じです。あ、そうだ、なんと、あ、ちょっと見つけちゃいました。もうね、レモンピール山のようにちょっと作っちゃって残ってたんですね。これね、今日はちょっとだけ調べてみようかなと思います。もちろんね、入れなくても全然美味しいんですよ。なんか今ピーンってひらめいちゃいましたんで入れちゃいたいと思います。少しだけね、このぐらい入れておきますね。ではこれね、ちょっとだけ入れておきたいと思います。もうね、好きなもの本当にね入れていただいていいんですよね。はい、うん、美味しい。これも美味しいな。なんか味見って楽しいですよね。はい、これで、はい、そしたらリンゴにね、フィリングを詰めていきたいと思います。こんな感じで詰めます。ストーブの鍋に入れていこうと思ってます。ここに少しお水を入れてあげます。こうするとね、しっとりとできるので、そうですね、50cc ぐらいお水入れてます。入れないかな、ちょっと忘れてました。バターをね、ちょっと上に乗せてあげると風味が良くなります。それではオーブンに入れていきたいと思います。今40分ほど経ちました。ちょっと覗いてみます。お、美味しそうですね。できてた。ちょっとね、なんかこう串か、あ、いいです、いいです、柔らかくなってますね。はい、はい、完成しました。熱い熱い、ちょっとまだ熱々です。ちょっと気をつけていただきたいと思います。こうやってね、もう中がね、すごい、ほら、もう火が通ってるんですよね。でここまでね、焼いてください。そしてちょっとね、これがご覧に これ汁ちょっと汁が実は中に溜まっててソースになりますね、これがね。なのでもしオーブンで焼いていて、ちょっと下が汁なくなっちゃうなって思ったら、少しね、足してください。やけどに気をつけてね、足してみてください。そうするとちょっとソースができます。特にね、大きいお皿でやった時はどんどん水分が蒸発していきますのでね、ちょっと足すようにしてください。それではいただきます。ちょっとこれアイスクリーム乗せたくなっちゃいますよね。でも今日はちょっと残念ながらアイスクリームを切らせておりますので、このままいただきます。はい、ナッツとそして干しぶどうも一緒に、ではいただきます。おいしいです。うん、これもうね、このりんごの季節ぜひね作ってみてくださいね。ナッツのね、こうカリッとしたちょっと食感と、そしてブドウのね甘みもね加わってね、とても美味しいです。あとはね、自分でお好きなものをねちょっとこう入れてみてもいいと思うんですよね。あ、美味しいですよ。あとですね、りんごね好きな方はですね、簡単で美味しいねアップルパイも実はご紹介しております。本当生地をね、生地ちょっと踊りながら作る簡単なものです。とても美味しいので、もし興味がある方はね、下の概要欄の方に貼っておきます。そしてですね、今日の動画面白かった、ちょっとためになったなっていう方はぜひですね、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いいたします。また次のチャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。チャオチャオ。